ゾフィア・ホルシャンスカ、またはソフィア・アンドリエーウナ・ハリシャンスカヤは、ポーランドをヨガイラの4番目の日。ゾフィアは、リトアニア大公国のルーシ人貴族であるハルシャヌ以降、アンドレイ・イバノビチと、その妻アレクサンドラ・ドルツカとの間に生まれた。アレクサンドラの父親は、アルギルダス大公の次男ドミトリウスだと考えられている。父の姉妹ウリアナが、リトアニアのビータウタス大公の妃だったため、ビータウタス大公のいとこである、ポーランド王との縁談が舞い込んだ。1422年の2月に結婚式が執り行われた時、ヨガイラはすでに71歳になっており、一方のゾフィアは17歳くらいだった。結婚式はナバフルダクで、ジェマイティア司教、マティアス・ビルネンシスの主催で行われた。ゾフィアは1424年2月12日に、ポーランド王妃として戴冠した。ヨガイラが、以前の3度の結婚で設けた子供のうち、唯一成人していたのが、ヴィャスト家の血を受け継ぐヤドヴィガであったが、彼女が1431年に23歳の若さで死んだ時、ゾフィアはこのまま娘を毒殺したと噂された。ゾフィアは3人の息子を産んだが、成長したのは2人だけだった。ヴワディスワフ3世ポーランド王、ハンガリー王、カジミエシュ4世リトアニア大公、ポーランド王リトアニア人であるよ。ガイラとゾフィアの息子たちをポーランド王位継承者と認めさせるにあたっては、当初ポーランド貴族たちの抵抗の動きが見られた。ヨガイラは息子の王位相続を認めさせる代わりに、ポーランド貴族に対して政治的譲歩と新たな特権の付与を余儀なくされた。ゾフィアは1453年以後、亡くなるまで聖書のポーランド語翻訳事業を支援していた。ありがとうございます。